皆様方、王がお見えになります。いつ見ても美しいお毛並み。傍らにおられるのが人間。まさかあれが王妃となる姫君。私はここから逃げても帰る場所も待つ家族もいないの。だからここであなたに食べられておしまい。サリフィ、お前は哀れな娘だ。人間？人間だと？うちの子に触らないで。貴様が我が王の妃など断じて認めはせぬ。王様の大切なものは我々にも大切なのだ。いきなり親衛隊長なんて普通は絶対ありえないんだよ。あんたが人間でよかったよ。私はこの国を守り、同胞を導く責務がある。だが、お前といる時だけは、私は王の枷から解放される。こんな思いは初めてだ。王様に何する気？知れたこと。人間に迎合したひよった王などに国は守れぬ。王様は少しでも無駄な血が流れないように自分を殺してこの国の人を守ろうとしている。王様は立派な王様なんだから。あなたに。俺はお前を連れていく。あの野郎の手の届かないところまで。私の妃を返してもらおう。王様、私にお前を失わせるな。私は王様とレオと生きなくちゃ。